私にとって調和した地球社会と言いますのは、若い世代の方、高齢者ともに質の高い社会生活を送れるような社会です。で、私は光によって、記憶を増強するようなシステムを開発しているんですけども、例えば認知症やアルツハイマー病の治療に貢献できると考えています。逆に光によって記憶を消去する技術というのも開発しているのですけれども、例えば過去の辛い記憶、トラウマに苦しむ PTSD の治療に応用できるのではないかと考えています。こういった技術を安全に利用できるような研究開発を行うことによって、若い世代、高齢者ともに調和した地球社会が現実で実現できるような貢献をしていきたいと考えています。私は記憶が脳の中で長期的に保存される仕組みの研究をしています。例えば人の場合ですと、子どもの時の経験を数十年にわたって保持することができます。で、そういった古い記憶っていいますのは、実は古い記憶と新しい記憶は脳の別々の場所で保存されているということが知られています。で、新しい記憶は脳の海馬という場所で作られて、その後全体上皮質という場所で長期的に保存される記憶として作られていくということが知られています。で、私はこの過程がどのようにして細胞レベルで起きているかという研究をしています。で、哺乳類の場合ですと、コフィリンという分子が記憶に重要なのですが、私はこのコフィリンという分子を光で壊すことによって記憶が消去できることを見出しました。この技術を使いますと、脳のさまざまな場所に光を当てて記憶が消去できるタイミングを調べることによって、脳のいつどこで記憶が作られているかということを調べることができます。で、その結果、新しい記憶というのは学習したその日の寝ている間に海馬という場所で作られていて、で、学習したその次の日に寝ている時に全体上皮質という場所で長期的に保存される記憶として作られるということを明らかにしました。引き続き、記憶が脳の中で長期的に保存されるメカニズムの研究を発展させていきたいと考えています。これまでは海馬と全体上皮質という2つの脳領域で研究してきたんですけれども、実は記憶の長期保存には他にも様々な脳領域が関わっていることが知られています。従いまして、そういった他の多領域でも解析を進めることによって、記憶が長期的に保存されるメカニズムをより包括的に理解していきたいと考えています。また、光によって記憶を増強したり消去する技術をさらに効率を高めることによって、将来的に医療応用できるような技術開発を行っていきたいと考えております。私は大学生の時に、文系理系問わず様々な学問を学ぶ学部にいたんですけれども、その時に記憶という現象が様々な分野で非常に興味のあるテーマとして扱われていると感じました。で、最終的にはその記憶という現象の物理的な基盤を突き詰めたいと思い、生物学の世界に入りました。現在では記憶という現象を分子レベルで研究することに取り組んでいます。京都という町は歴史的な遺産に恵まれた非常に魅力的な都市です。京都大学もその環境の中にいると思います。例えば少し歩けば吉田神社に行くことができます。そういった歴史を感じられる非常に快適な環境で研究を行うことができていると思います。また京都という町は非常に人気のある町ですので、国内外問わず優秀な研究者が集まってきていると思います。実際に私が所属しているラボでも半分は外国から来ている学生や研究者です。そういった国際色豊かな環境で研究ができることが京都大学の特色だと思っています。